結成してからね。そう、結成してから。そう、バンドです。ございます。で、1年半ぐいろいろあって、ちょっとミント低いバンドってよく言われてるんですけど、いろいろあって、なんか、ちょっと恋愛ネタまた話しちゃうと、ブチ君がね、付き合って別れて、で、ルピーも出会いの目的でサークル入ったんですけど、見事ね、 見事ね。見事な。めちゃくちゃ可愛い彼女をゲットしてない。よかったよ。見ないで、よかったね。よかったね。しかも最近はラブラブすぎてさ、同棲してるからさ、めちゃくちゃラブラブだから、バンドライン返さないんだよね。返さない。そうなの。見ないのよ。彼女好きすぎてライン返さない。見てくれない。そうよ、最悪よ。自覚してよ。まあまあまあ、そんなことね、1年半いろいろあったんですけど、結構組んでるといいことも、たくさん なんかよくなったね。本当今出てるバンドの皆さん、続けてくださいっていうことが言いたかったんです。はい、そうか、いい話だった。そうです、いい話だった。あ、そう、うん、そうだけじゃない。はい、いやいや、それもよくわかんないです。そのリュウさんに持たせるシステム。はい、じゃあどうぞ。タイミング、いや、どうぞ。はい、次の曲で我々ソンタクルズ、最後になるんですが、最後は洋楽のマッシュアップの曲を用意させていただきましたので、盛り上がって聴いてください。それでは、します。ロングトレインラーニング。